キチャンネル。こんにちは。今日はセリーグ編でございます、はい、けども先ほど実行委員会の方で協議して、はい、開幕1軍も正当性を保つのはいいんですけど、うん、今年1年でどんだけ頑張れるかの目利きも大事ですね。そうですね、うんうん、だから育成選手を選んでる場合は、はい、試合下になったらもう成功だよね。成功です ね、うん、ね。しかもソフトバンクで試合下ってかなりハードル高いから、ね、はい、選手多いですからね、うん、じゃあセリーグはね、はい、3人がどんな目利きで行ったのかっていうところで、はい、昨年優勝のヤクルトから、はい、ヤクルトはですね、里崎は柴田です。ではないですね。まあ、ヤクルトで開幕一軍行ったのは丸山一人なんですよ。はい、外野手の、はい、で、袴田さんは山下、これドラフト1位のヒカル投手、うん、で2軍ですね、うんうん、で、先生があれあれ丸山君、はいはい、ベンチでって書いてる。そうですよ、あれちゃったんですよ。ベンチには入るって言ったってことか。そうです、うん、そう、もう分かってた。もう読んでました。走るの早いんで、うん、あ、まあ、ダイソーとかそういうところでも出るだろうっていう、うん、先生が当たりましたね。うん、そうだね、なんか、うん、当たった時だけ張り切って言ってくるよ、ね、でも本当に足早いのよ、はい、でバッティングもいいし、うん、青木が疲れた時とか、うん、試合出るとかあるかもわかんないね。青木もまあ全試合とか無理だからね、はい、俺の柴田君は2通からね、はい、ピッチャー、うん、何気にヤクルトもそう熱くなってきたからね、はい、開幕ね、3連勝ですよ、うん、で2位、はい、阪神、はい、昨年は、はい、阪神から、はい、あのやろうってなったらしいんだよ、はい、私と佐藤さん選んでないんですよね。選んでないんだよ。で先生が、はい、鈴木、ね、絶対開幕一軍って書いてるよ。いた？いる？いる？阪神は阪神は桐敷だけだね。だけですね、うんうん、どうした？いや、その時の動画でキャンプはまず一軍からスタートで開幕も一軍です。キャンプは1軍スタート、オッケーなんですよ、はい、そこのオープン戦であんまり結果良くなくて、うん、ベンチで泣いてたんですよ、はい、オープン戦で、ね、いや、それはあかんて。それは僕はもうタイガースとしては許されないです。甲子園やっぱヤジ強いんで、そんなメンタルじゃあかんない。分かんない、もうダメだし、ダメだし、勝つな、勝つっすよこれは。おー、炎上案件だね俺は許されるけど、許されるの。顔バレてないんで大丈夫だバレてるやろ。これだけなんです。まあでも泣いてるのはダメだね、オープン戦で。そんな弱いよね。そっか、うん、なんか悔しさから涙出たのかな、うん、期待してます、うん、期待してんの。はい、開幕は当たってないけど今年1年だからね、はい、そうです、うん、途中からかも。続いて3位巨人、はい、佐々木は赤星。おお、もうお父さん怒ってたで多分あので、お父さん何が起こったんですか。いや、それ勝ってて逆転負け食らったから、はい、あれで言ってた。俺日刊で評論だから見てて、はい、いやもうこれ俺がもう親だったら帰ってんなってらしい。だってそうなんです。え、うん、だってもう見る価値ないよ。いや、まあそうですね、うん、自分の息子投げててよ、はい、で勝っててよ、うん、いやそれもだって勝ち投手でなったら見るけど、うん、だって6回1失点とかでしたもんね。そうそうそう、うん、でその後、はい、あの逆転負け食らって、うん、デラロサがね、うん、俺もうデラロサが追いつかれた時点で、うん、俺もう多分帰ってたで、はい、あ、お父さんの気持ちになったら、うん、で言ってて、はい、で記者の人だから、はい、いやでも周りの目もあるから帰れないんじゃないって、はい、その、うん、帰ったよって言われるじゃん、はい、試合終わってないので、はい、だからあるから帰る。ああそうですね、僕らこっち側の人間ですもんねっていう、うん、だからもし俺が親だって子供がそうなって俺が帰ったところで、はい、多分誰も何も言わないけど、はい、一般の人だったら確かに言われるかもわかんないですね、はい、そうですね。え、でも自分が親だってそうなったら帰ってるでしょ、したら帰ってるっつってでやっぱこっち側の人間は多分帰ってるんだよ、はい、もう今むし帰ろうやっつって、うん、帰りこんなもんもうお前見とってもしゃあないぞっつって。でもまあ息子自体は良かったじゃないですか。いや良かったけど、はい、でもやっぱり勝ちつくのかつかないのが大きいからね。まあ、そうですね、勝ち投手になってほしかったですね、うん、初登板で、うん、俺がもし親で家でもし家で見てたらリモコン投げてんだよ、うん、息子にいやいや、なんでやってんやねんっつってなんで追いつかれてんねんっつって勝ちつけたかったよってことですよね、うん、いやいや逆転されてんじゃねえよっていうやつ、うん、デラロサに投げつけてるかもね、もう家で親だったら。でも親の気持ちだから、袴田さん大勢、はい、おもう2戦連続セーブ、連続2セーブ、うん、ね、うん、いい形で、はい、新人ね。大勢投手もお父さん見に来てて、はい、あのもう見ながら気持ち悪かったって、ね、そう親が一番きついと思うよ、はい、うちの親だってお前最初出始めた時晩ご飯時じゃん、泣いたって、はい、うん、ご飯喉通らんかったっちゅうんだそうなんですか。で先生、
山田君ってな、座布団置き山田君、座布団1枚じゃない山田君、どういった山田君ですよ、ドラマとの、うん、JR? JR、うん、修行中です。まあ修行中、はい、多分シーズン通して見てもらったら絶対来る。あ、そうなの、はい、うん、でもでも赤星、山崎伊織とか良かったよ、大勢山崎左なんで、あ、これだ、うん、ちょっと高橋由紀がちょっとポロしてるからね。はい、ジャイアンツで言ったら大勢投手と赤星投手が開幕1位。そうそうだね、はい、おー、いいね、当てましたね。2人だけ？2人だけです。おお、で次4位広島末金。おお、ねえ、活躍してましたね。しかもレギュラーで打ってんの、ね、どう、どう、鈴木誠也の穴埋めるよっつって、はい、末金ねえ、素晴らしいですね。ほんとそうですね。なんかもうこう見た感じも風格ありますよね。下手したらもう一歩でホームランだったのにね、はい、いいバッティング、本当いい当たりでしたね、うん、で、袴田さん、はい、松本君、うん、はい、リーフでフル回転、ちょっと、はい、松本君、うん、入って、ドラフト5位だって、松本ドラフト5位で、はい、末金ドラフト6位だから、はい、これ、返し目が開幕1軍に行くっていうのは、うん、俺らすごいよね。そうですね、うん、やっぱり野球に精通してるよね、うん、で、先生は、はい、誰、森君ですね、うん、3戦目先発って言ってたよ。3戦目、いや、終わった、終わりましたね。今、プロ野球って今のちょうど開幕カードが終わったんで、終わったばっかりだね、はい、今日撮影、はい、明日から4戦目、4戦目だから3戦目は、はい、雨天中止でも、ロッテ雨天中止だったけど、はい、雨天中止でもないし、やったね、はい、やりましたね。遠藤投げてたよね、広島、まあ、でも遠藤投げてたね、うん、はい、森君、森君どこ、森君は2軍で集中です。うん、そうだ、これ森翔平投手、はい、あー、左ピッチャーの、あれでしょ、あの、社会人の、はい、そうです、ウエストだよね、三菱。あ、そうだそうだ。だってカープは1、3、5、6と入ってるんですよ。おー、すごいね。はい、じゃあ2位が入ってないんだね。2位、4位が入ってないんですね。 あれどうしたん、それぐらい今カープは投手とか熱いんですよ。あ、うん、まあ、それでも投手2人ルーキーから入りましたけどね。そうだね、だから、まあ、年間通してってことでしょ。そういうことです、年間通して見てくれよと、見てくれと、またここから来るというか、ね、あ、まあ、俺と浜田さんはね、開始名でもしっかり見分けれるからね。そうですね、はい、うん、で、続いて5位、中日、中日、鵜飼。おぉ、なんで私、鵜飼君行かなかったんだろうな。いや、ブライト行ってるで。はい、ブライト行ってましたね。いい感じだけどね。はい、うん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 、まあ、若干、まあ、片岡さんがやってくれるんじゃ、ちゃんと。そうですね、片岡さんが育ててくれます、うん、ちゃんと行けなかったら片岡さんのせいじゃない。そうですね、そういうことにしましょう。そう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 、はい、舐めたやついるぞ、一人だけ、うん、誰も入らない。おい、あれ、ちょ、何言ってるんですか。ドラゴンズは鵜飼一人だけか、出てるだけですね。誰も入らないって、鵜飼くん、すいません、そば、なん、誰も入らない、今ちょっと舐めすぎましたね。片岡さんやから、違いますよ、外野手。でも外野手ね、枠があるって言ってたところ、うん、他別にピッチャーとかもいるじゃん、誰も入らないって ね、 そうですね、失礼だよね。誰か選んでほしかったですよね、やっぱりね、上から目線すぎるやろ、うん、本当に鵜飼くん、頑張れ。でもね、あれもライトフェンスもうちょっとでね、うん、上のネットのとこだったからもうちょっとホームランだったのにね、うん、いい感じでいけるんちゃう、はい、DeNA 最後 DeNA です。三浦、はい、三浦銀次投手、うえー、自分入ってる銀次マスチってね、銀次だけに言ってましたっけ、うん、あれでしょ、あの三島でしょ、三島じゃなかったっけ。あ、それは前田銀次君。あ、それ前田銀次の方か、はい、銀次三兄弟なんだよね。そうです、うん、はい、で、袴さん徳山、はい、壊せそうだよね。壊せだよ、入ってないですね、うん、はい、で、先生は入江、お、入ってる、入ってる、うえー、入ってる。でもドラ、でもドラフト1位やん。そうですよね。いつドラフト1位なんて言って、はい、逆に入ってくれなきゃ困るしね。そうですね、大卒とか社会人のドラ1で、うん、開幕1もいない方がね。だし、ピッチャーに補充がやっぱ必要だったんですよ。そうそうそう、野手だとまだあれだけどね、うん、ピッチャーってそれをとかで言われてもね。ここそ当たり前ですよね、うん、逆に、はい、うん、でも俺結構セリーグは当たりました。セリーグだって、あのヤクルトの柴田君以外全員一軍だよ。赤星投手、鵜飼、末金、三浦、あ、4人当ててる、すごい。阪神はね、言ってなかったんで、はい、中間さんは大勢、松本、松本君、うん、で、先生は丸山、入江、2人か、うん、あ、じゃあ2人、2人、4人、うん、おい、見る目あるね。ということは、でも、まあ、セパで言うと、はい、俺は4人、はい、で、袴田さんはセパで言うと4人、4人で、先生が3人、
お、まあ、一番張り切ってる割に見る目ないよね。まあ、そうですね。開幕一軍の方がね、全然やっぱりね、1年通してみてください。しかもさ、やってないね、申し訳ないけどやってない球場あったから、はい、1、2、3、4、5、6、7、俺8分の4だから5割。お、私もそうじゃないですか、うん、袴田さんも8分の4で5割、はい、で先生は1、2、3、4、5、6、7、8、9分の3、お、3割、3割だ。野球も3割言ったら OK ですから。でも5割すごいよ、5割だ、いや見といてくださいって、シーズン通し見てもらえたら。でも 誰も入れないとか言ってるから誰も入らないって何ですか。それもったいなかったですよね、なんかね、上から目線すぎるよね、うん、ドラゴンズに恨みあんの。ないっす、うん、今なら福本君って言います。そんなもん今からだ。そんなもん前だ。そんなもん開幕行きたい。そんなんだと俺阪神桐敷って言うよ。私も桐敷投手行きたかったですな、うん、新人王候補にも選んでるわけですから。そうですね、はい、僕新人王候補に石森も選んでます。はい、石森大成投手、はい、うん、うん、じゃあ、だって、じゃあ、なんで言わなかったの。じゃあ、その時、多分外野の話になったんですよね。見返してください、もう一回。で、別に外野の話になっても、別に俺はこうやって言えばいいじゃんね。はい、で、僕は外野は入らない。本当は石森かなと思ってたんですけど、まあ、いいかな。まあ、石森としても入ってないですね。うん、そう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 、うん、今年1年間は分かんないけどね。はい、こっからね、みんなでも、そうそう、もっと上がってくる可能性はね、ありますからね。でも、何気に俺と袴田さん、5割だからね。はい、よかった。見る目ある。まあね、多くの新人も今年一年ね、はい、頑張ってもらいたいのと、うん、あと新人王予想はね、はい、こちらの動画でやってますからね、はい、ぜひそちらも両方見比べてね、うん、皆さんがね、うん、俺はこういうのを思ってたよっていうのがあったコメント欄で、あとこの新人がめちゃくちゃ楽しみとか、あ、そう、今後ね、はい、で今開幕一軍じゃないけど、ちょ、教えてほしいですね、はい、皆さんの各球団の皆さんのファンの人が、いや何気に今2軍とかで、うん、この選手いいから開幕一軍じゃなかったけどこの後出てくるっていう選手を教えてほしいですね、うん、はい、知りたいです、はい、うん、ということでね、佐々木と袴田さんは5割見る目あります、はい。